ポッドキャスティングでも配信していますゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ本日のお客様をご紹介します現在いつも心にけせらせらという新しいご本が絶賛発売中です元宝塚トップスターで俳優の真谷美希さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします私はいつも心にけせらせら、はい、けせらせらってなんだ

はいそんな感じじゃないでしょうか。でもこの本は書き下ろしなんですよね。そうなんです。ははい。ええどのくらいかかりましたか書くのには。いやそれがですねあのコロナの始まりぐらいから書いたからなんかかれこれ三年ぐらいになるかもしれないですけど。でもそれじゃ三年間ずっと書いてたのかさそんなことはないでそうですね。あの仕事入っては休んで仕事入ってはそんな器用なタイプじゃないので。ええ。 編あのそれでね分からなくなった時には編集の方ととにかく恵比寿で会って喋って喋って喋ってって録音しといてくださいとそのまま文字起こししてくださいとそれで私がそれを触らせてもらいますって言ったはいいものの赤ペンだらけになって結局書いた方が早かったぐらいな。 あと人に喋り口調ってやっぱり自分から自ら書くのやっぱちょっと違う。あの赤い入れる人の気が知れないよね。いやもうじゃあなんなこと言って私は赤ペン先生ですよ。赤ペ自分にもうダメ出しが山ほど。俺もなんか書いてて真っ赤になって帰っちゃうてやります。それはお竹さんお相手様でしょ。構成の方編集私は違いますよ。自分にですよ。自分だから。だって自分の喋ったことが文字になって帰ってきて。

一文字も入れてないですね。今ののノのって何ですか。すみません、素敵じゃないですか。やっぱり。外国の方と。帰国子女が出ちゃって。嘘。嘘ですよ。どこも行ってないです帰国子女で。なんでその適当なこと言うの。大体適当に本当だと思われちゃいますよ。まやさんだったらね。ええ、まやさんとは実は初めてではありません。そうなんです。私は、あの、名古屋のドラマで。一緒に撮影。 いただいて、はい、確か。全力離婚相談。そん、そうなに覚えてらっしゃる。そうです、そうです。前さん、あの、役覚えてます?。覚えてますよ。僕の弁護士。はい、あの、頑固親父の役でね。和菓子屋のね、老舗の和菓子屋の頑固親父の役で。でも、あの、悲しい役なんです。あの、守り抜いてきたところに、なんか、こう、現代の風が吹いてるところに。 なんかここに。そうなんですけど、僕の弁護士だったですよね。はい、僕最後離婚されちゃうんですよね、でもね。そうそうそう、そう,そうそう、<階>そうそう、じゃ<階>ね。<laughs> いやいや、じゃ、じゃあねえですよね。<laughs> でもね、うん、大竹さんがやられるから、なんだろうな。 昭和の哀愁がプンと漂ってああああなんだろうみんな令和に変わんなきゃいけないどころか平成あったよねなんだけど<ー>なんか一回りして<ー>昭和っていいよねみたいな匂いをしっかり残されたありがとうございます。 私団子屋の親父の役でね、あの団子握なくちゃいけないんで、だ教習に団子屋のその俺の行った先の団子屋の親父がまた頑固な親父で、あ本物ですか？本物なんだ、本物だよ。だ、そんなやった。だって暑くて持てないんああ暑いの持たなくちいいじゃない。大変だったけど。握りながらお話じゃなかったですか、セリフあそんなのありましたけどもね。ほとんど映ってないってね。そうそうそう。ね。よく覚えてますね。私が編集し 私の苦労したことをよく覚えてますねあなたは回ってないとき優しくてねシャイであったかくて回ってないとき優しくて回ると頑固になっちしょうがないだろ役だからあったかい思い出がありますね。もうでも宝塚をお辞めになってからの活躍はものすごい

でしたから。あのもちろん今日本当にあのあの宝塚の頃からのねファンの方もたくさんいらっしゃると思いますし、もう実際ちょっとあのファンの方からあのまああのいただいてるものがあってちょっと読ませていただきたいんですけども。ありがと宮城のトンパラリンミンパラリンさんでいる59歳女性の方ですね。今日はマヤミキさんがゲストのことちょうどミキちゃんの花組が大好きでした。ミキちゃんはロン毛にしたり顔色を黒くしたり。 宝塚のパイオネ、パイオニアね。ごめんなさい、ちょっと言えない、ね。<laughs> パイオニア的存在です。今後もご活躍期待してます <laughs> ということ。いや、本当に。あ,あのい、いろいろなことを初めてされたっていうことが多かったんですよね。うん、宝塚でね。うん、そうですね。なんか、んかあの、うん、私転勤族で、はい、で、男女共学の、もう公立にばっかりいったんですよ。だから、その、女性が女性に憧れる感が。 全くもゼロどころかマイナス時点で、それでちょうど受験の時に、あのずっとね、あの私広島で生まれたんですけど、福岡に。 っそれから北上しましてそれも神奈川県行ってで二箇所砂島と玉プラザってとこ行ってでその玉プラザ変な名前ですねあれね本当ですね急になんであれが出てきたんですかね俺はあ川駅が出てきてこの駅だけなんで変な名前なんだって思った記憶があります考えすぎですはい考えすぎですあそうですはいそれでね千葉に行ったんですそこからの大阪に初めて関西エリアに入ったので もうカルチャーショックっていうのは文化についてのカルチャーショックで関西弁から何から、はい、でね関西の方っていうのはね膝をちゃんとその本人に向けて居酒屋とかでも喋ってるんですよだからーあのテーブルに向かって食事に向かってじゃないですよ横の方に向かってね膝をつけ合わせるような感じで黙ってないよねその厚さにねイタリアかって思ったんですけど今朝の人もう見たもの何でも口にするよね。<laughs> ななんやこの店は随分広が客もれてないいいてけみた本当そうですね,ね<え>だからいまだにあの関西行って、うん、そうすると「どないした今日は」って言うんですけど、うん、私は「いやお会いしたかな」と思うと「知る <laughs> か」言われるんですけど初めてでもそういう感じなんですよね。 だから何ていうのかな急に関西エリアに入ってそれで最終のその一番端っこの駅が宝塚駅だったんですよね阪急電鉄っていうのは。それで見たんですけど母がまだテレビが普及されてない時代だったから。 もう劇場といえば宝塚に行ってそれであの女学校の友達たちともう娘が生まれたら宝塚入れましょうねみたいなお嬢様学校ででではご機嫌ようなんんよよなて別れたらしいんですよそれで私はねあわよくば入ればいいなみたいに感じでちょうど「ベルサイユのバラ」が流行っている頃で第一期ですよね第一ブームですよねその時に私を見せたんですよ。 初めてそれが私が13歳ぐらいなんですけどはまらなくてはまらなて今は違うんですけど前はね動物園の中にあったんですよ劇場が。中って言ったら変だけれどんか動物の意思みたいになっちゃったけどそうじゃなくて。 動物園と遊園地と劇場みたいな感じで結局どなた様も老若男女を言えてない楽しめますよ土に日を楽しめますよみたいなそういうとこだったんです。そそれでで私をはよようういいかかご自分行きたたっっんじゃな全全然然のだて 男子にやっぱ恋してましたからね。あの、かなわぬ恋を。は著書でも書かせてもらったんですけど、入り口で、あの、まあ、かなわぬ恋に走ってましたから。かなわぬ恋はあるでしょう。自分で書いた日記をベランダに投げ込んでた。読んでくださったですか。はい。あの。新しい、新しいアタックの仕方。いや、でも、自分、思い、憧れる、生徒会長でしたっけね。思いを、憧れる方もいて。だか自分で、自分で、自分で、自分で。 ベランダがあって、うん、そこに投げ込むわそ,うそうなんです <laughs> なんか <laughs> 方眼投げとかやりたかったんですかね <laughs> いやい,やいやかんないですわかんないですい,いやだってそんなにうまく届かないでしょう全然届かなかったですだけど、うんうん、思い出してください昭和 はい、ですよね大丈夫ですよね。はいえっと、昭和は砦がやっぱ親だったんですよね電話でも何でも長電話するとなんか箸で頭叩かれて、ねはい、なんか、はい、そんな時代でしたからあうちも親父に怒られた俺、ね、あ長電話で。でしょでなんかいつまで飯食わないんだ

割と昔の家は本当に大体ベランダがあってベランダもしっかりこうんかこう受け皿みたいにこうんかできてたから囲われてて四角くだからそベランダやつか物干しざみたいなそう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 いうとこですもの干しざおがあってざおはないけれど物干し台があってそこに四角くこうでそんな2階も遠くない大体今天井高いあるけど大体一緒平均が一緒っていうので届かなくはない。

毎朝生徒会長さんのお話に「耳と目とすべての五感が」みたいなしょうがないかとを書いて私なりの私なりの一応知った言葉を全部書いて「どうかよろしかったら」みたいな感じでやってください私とみたいな感じさいその思いや全く何の思いでもないってことは多分本当に玉砕したなと思いますね。 うん、もほろ,ろどころかだったと思います、うん、でもご本人は冒頭で、はい、もうあの美ヒさんは引っ込み思案でしかも列の真ん中にいるのが嫌いで、はい、席の後ろの方にいて、はい、自分の意見はあまり言わない、はい、それがその恋になった途端になんでその暴挙に出るのか。積極的といや,いや何でしょうね。 あのやっぱり恋愛だけは旬のものと思ってるんでしょうね恋愛だけは旬のものすみません名言かっこいいのか荒いのか分かんない言い方しちゃいましたねまあ多分ちょっと荒っぽいですね荒っぽいね荒っぽいね荒っぽいでそれは実の名恋に終わるんだけどそれで十五歳でまあお母様のご要望も終わりにあったんでしょうけど宝塚にお入りになっちゃうんですよねそうなんです で今まではね母が、あのー、憧れてたから、まあ、その夢を「うん、あなたの産んだ子だから無理だよ」ってな感じの,、うん、あの「カエルの子はカエルだよ」っていうのを知らしめるためになんて言ったんですけれど、うん、もうちょっと細かく書いたんですね今回ね、うんはい、それがあのねまあ私もねこんなこと別にこの両親も旅立って2人とものところで書く必要もないと思ったんだけど、はいはい、なんか自分で、はい 今回ばかりはその写真なんかもそうですけど家でほとんど撮っててなんか自分らしさっていうのをもうさらけ出して別にいいじゃん ちょうどこの間還暦になったので「60からちょっと普通でよくない?」って私どうしてもねキャラクター的に賢い役とかが多くてね管理職の役とか相当作られたイメージが大きいので毎日フランス料理食べてるんですよとか言われるんですよ何言ってんのよって特売になってから買ってるわよスーパーでっていう時もあります。そそううでですすす私だっててて育ま

って両親と思うんですけど色気があったんだなやっぱモテたんだな父とかで母も嫉妬するまだ情熱あったんだなとかなるほどお父様がちょっとだって私がまだ10代ってことはえ私33の子ですかまだね40代とかじゃないですか。 そうするとまだ色気お両方あったんだなと思って。ああうん、お父さんも表になった。そう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 、うん、だと思いますよ。でなんかねあのやっぱり2年ぐらいギクシャクギクシャクしてる会話が飛んでました。えー、それであのちょうどね受験しなきゃ高校、はい、のっていう時に、うんうん、あのねあのどっちに作って話になって。 えお母様につくか。お父様につくか。で、母親が泣きながら、駅はどうするのって、どうす、どっちがいいのって泣いて言った言葉が嫌で嫌で。嫌だった。嫌だったんですよね。あの、その問われる感じがもう選べないし。そう、それでね、私の取った行動が。全然申し訳ないけど興味ないけど、宝塚に入っちゃえば。 あらだけど入るって言いや逃げるというか両親が仲良くしてくれるかなと思ってあのんか両親がセパレッツになっちゃうとなんか受かりにくいようなこと聞いたぞなんて言い出しちゃって全然そんなことないんですよ嘘を言い出してあらょうじだけどなんかそういうまあ本当に若気の知恵なんですけれど。 イタリでもあるし知恵なんですけどなんかそういうそう言ってなんかとどまってくれないかっていう方法を考えてたんですねそう言ってる間に本当に救う神ありというかで神様に救っていただき窮地をそれで受かるんですよねこれが。 そうなんです。お母様とお母様は離婚しなかったんですよね。しなかったんですよね。まあ、著書にはちょっと触れたんですけれど。まあ、私は本当この著書書くまでは、なんか、あ、私の荒療も良かったなあなんて思ったけど。本当書いてて、読んで、出来上がったの読んで。 いやあの後兄一人だったんだよねあの家と思って、はい、兄頑張ってくれたんじゃないかという,う,うあ多分ね今感謝がねふつふつとこれ書いて初めて気づくという,う、ねうん、もうこれが私の人間性の鈍感性なんですけれどい <laughs>、うんうんうん、いややそういうことってありますよね。はい、ねお父様はでも苦労人でも人、うん ご両親が早く亡くなられてそれでもう叩き上げからそそううななんんでですす3歳ぐらいで離婚してるのであの時代ではね離婚ってなかなか珍しかったのかなでもなんか私ミキ本名もミキって言うんですけどよく君って呼ばれててね家であんまりミキって呼ばれてなくて別に軍隊でもないんだけど君君って呼ばれてて。 ちっちゃいながらもなんで逆なのにちょっと逆にしてくれたみきなのになーとは思ってたんですけど、今思えばっていうかまあもうちょっと前思いましたけれど、大人になってからなんかそのやっぱり父親の感覚がないからなんか距離感分かんなかったような気がします。お父様にあなたに対して、うん、父が私に対してどれぐらいの距離感がわかんなかった父なのかってわかんなかったんじゃないかなっていう気がします。 なるほど分かんない分かってらっしゃるお父様もたくさんいらっしゃるいやいやいやそれプラス自分が父親の感覚あまりないからちょっと分かんないのかなってなんか割と他人行儀っていうかすごい両親ともえ 私が言うの変だけどいい,、うん、いい人たちなんですよ、本当、うん、面白いし、うん、あるがままでね。うん、だけれど、なんかたちょっと距離があったとっいうかね、いつもちっちゃい頃から、君はあの自分の人生を謳歌したらいいよって、謳歌、うんうん、って言葉を調べましたから、で <laughs> でもねあの、そうやると謳歌って何だって思ってね、はい、だ自分の人生を好きに楽しんだらいいってことが言われたわけですよね。はいうん まあそれはでもお父様はもう叩き上げで最後航空会社のしゃ取り締まり役なんでしょうだってねえなんかちょっとあんまり知らなかったですけどね知らなかったでもそうやってコツコツコツファミリーヒストリーで知ったまでなんですけど、うん、そうなんですねはい NHK 出て出させてもらった時に教えてもらって <laughs>、はい、で宝塚にお入りになって、うん、でもあれですねあの今の話はちょっとす話の筋違うんですけど、うん、今度宝塚入ったら 前のあの生徒会長じゃなくて別の人に、うん、今度女の人になんか恋しますね。そすだそ,そんなことがこっちにあるのに。 そそっちはそっちちはで平気で楽しむっていう <laughs> 平気で楽しむってい言い方ないですけど<笑><笑>、ね、ちょっと時間経ってますから <laughs> 人もあんまり悪いじゃないですか <laughs> いやあの何ですかね <laughs> 今もそうなんですけどあんまりそのいろんなこう <laughs> アイドルさんとかそういうのにはまらない <laughs>、うん、<laughs> なかなかはまりにくい人なんですよ。<laughs> うん、<laughs> それよりなんか自然にはまっちゃったりとかね <laughs>、はい、なんかちょ,ちょっとコアなとこにはまる人なんですよね。特にあの 女,女性が女性に憧れるっていうのはね、はいうん、自分でちょっとはめた感あります。あのもういっぱい見て。そうですか。女子校でした。私女子校でした。<ー>もうほぼ男子がいない、ね。そね。どういう感じに芽生えるんですか。最初はね。どうなんでしょう。でも、なんかもう高校ですか。私は高校です。私も中高。 中高じゃないです。でも、女性男性関係なく、なんか人として魅力的で、す素敵ってなるとかが多かった気がします。それはもう、宝塚を拝見してても、もちろんそういうのもあるかと思うんですけど。こう、接の仕方が異常なんだよ。確かに、ま確かに。どういうこと?。いや、接の仕方が。本人、ここに書いてあった。ね、異常な接近の仕方。異常な接近の仕方。あの、こ、私の方であれして、よかったでしたけど、ど、どういう異常な。あの。 自分でって何のことででしょう自分好きになった男役の人がいてその人が結構お酒に酔う人で酔っ払って帰ってきてだけどこの人にどうやったらばんかこの人の体が。 治るのかなと思って、何したんですか。すっごいよく読んでくださって。何したんです。その時何したんですか。あのね、胃腸薬投げ込んだんです。ああなんかなんかね投げるの好きみたいです投げるの好きなの。そうなんかさ投げっぱいで助けてらっしゃいます。十十本ぐらい投げられたうありがとうございます。一本じゃ足んないと思って。だからその部屋の中に胃腸薬。は 10本以上まき散れてる感じがだからそれで好きになってもらえると思いますねえじゃなくてのアタックだからきっとそれは好きの告白じゃなくてもう人生が心配余計な余計なお世話ですけどその方の人生がいや明日が心配ぐらいにしましょうかあしたが心配あしたが心配それだけでした。 えどこの会社の一応役ですか。それは別にそれは言わないです。それは大丈夫です。それは聞かなくて大丈夫。まあでもまあでもだからあれですよ。似合わず大胆な行動と後ろに下がっちゃう同居してる。そうなんですよ。なんかなんなんですかね。いやでもね多分それがね役者にはとっても大事なことなんです。あそうなんですか。はい。 あの役者で今出てる人でもちっちゃくら人気者でどうってあんまりいないですよ。うもう引っ込み思案でどうしようかってもうなんかこう火事場のバカ力みたいにボーンって出た時に。<laughs> <laughs> なんか力を発揮する人って意外とこの世界多いって。聞いてあ、そうですか。もう、じゃ、今日は嬉しい。だから、だから、も宝塚っていう場所にも自分を、ご自身を投げ込まれて。やっぱり、何でもかんでも、そう。そうです。そうです。投げ込む。投げ込む。投げ込む方なんですね。自分をね、投げ込んで。い日記帳は投げ込むわ。日記帳は投げ込むわ。自分は自分で投げ込む。 本当に自分だけ込みましたねねすすごいいで後半ににも面白話はこの本当私も本当に親友っていうねそのところの考え方のお持ち方とかんかその方 お家の片付け方とかね情報の何かその整理の仕方みたいなこともすっごく何かやっぱ真綾さんのイズムを感じて今回ていこれはね逆であの宝塚辞めて一切仕事がなくなったっ あちら、あの辺がとっても、とっても気に入りました。ね気に入ったんです。気に入った。なんでも、なんでもやんなくちゃな。ね、毎朝の、毎朝の、いろんなところ、多面、多面的なね、部分も、本当に、このご本に。いっぱい詰め込まれたね、ご本でしたね。はい、もっと、お時間、あ、もう、あっという間に、終わってしまって。終わるの、これ。はい、そうなんですよ。美穂さん、じゃ、あご説明を、ちょっと、お願いします。こっちの、ご本のご紹介、お願いします。告知をさせていただきますね。改めて、まやみきさんの、ご本を紹介いたします。いつも。 心にけせらせら貴重なエピソードと素敵な写真満載のフォトエッセイです <laughs> 産業編集センターより税込み2090円で発売中です興味のある方はぜひ書店でお求めくださいはいちょっと短くて残念なんですけど、うんはい、大竹メインディッシュ、はい、ゲストはまやみきさんでしたありがとうございました楽しかったですありがとうございます